はい、で、19日にですね、ホームページの方で、リリース発表させていただいたんですけれども、実はここにいる、オランウータン、ボルネオオランウータンのチェリアですね、ちょうど先月2歳になったばかりの、子供なんですけれども、多摩動物園さんの方へですね、移動することになりました。今、タマさんの方で結構、子育て上手の代わりの母親になるメスが、いらっしゃいますのでね、その仮の母親に、チェリアを育ててもらうという計画をですね、前々から、実は計画をしておりました。